大谷翔平は、過大評価。敵ファンやじは2秒後に被弾、赤っ端に反響。大谷に向かって、オーバーAZ、過大評価。と大声で絶叫。しかし、その数秒後に大谷が43号を放つと、周りのファンからお前のせいだと言わんばかりに声をかけられ、やっちまったという表情を浮かべていた。楽しそうで何より。見事フラグ回収だ。漫画かな？顔は絡めて恥ずかしそうな苦笑いが、どこか大谷選手を認めてる感じがする。やじられるのもスターの証。いつか打たれると分かってて本人も意を決して言ってはみたものの、直後の被弾。前人未到の大記録はアメリカンジョークのネタには十分ですね。言った当人も周りの人も楽しそうなのでいいのでは？こういう声も含めてみんなを楽しませるのがスーパースターだわ。過度な熱狂的ファンの場合はこのケースだと本気でブチ切れるんだろうけど、この雰囲気は楽しそうで見ている方もおもろいわ。大谷翔平、冷静に考えるとすごすぎるよな。勝負したら長打、ホームランのリスクがあるし勝負を避けても進塁されたら得点圏まで行かれる。いくらランナー有利のルールとはいえ、成功率のズバ抜け方見たらやっぱおかしいわこいつ。何が素晴らしいって成功率よ、直近23回連続で成功してるからな。来年は50本50盗塁50勝のトリプル50狙えるな。ここまで来ると49とかで終わった時にすごいじゃなくて、惜しいって言われそう。こんだけスポーツで夢を見させてくれる選手が日本人から出てくるとは幸せな時代に生きてると実感する。これマジで50あるな。本塁打王もかなりの確率で達成できる状態じゃないか。これガチで MVP 取っちゃうか。仮にオスナに首位打者打点を取られたとしても本塁打王かつ44は強すぎやろ。少なく見積もっても45も硬いやろし。打つたびに新記録になるのにあと1ヶ月あるのえぐい。